はい、モッキーです。ちょっとね、今、エラボをですね、いくつか切って、一晩つけてね、インク落とした方がいいよなんて言われてたので、ちょっとつけといたんですけど、ちょっと長くつけすぎたせいなのか、なんかこう、下にですね、ペン先と、この、ちょうど一番、いますかね、この二つが、茶色くなってしまっていて、これ何なんでしょう。ちょっとつけすぎたかなと思いつつ、水道水なんで、こんなになると思わなくて、ちょっと、後で伊藤屋さんに聞いてみようかなと思ってます。これ治るんですかね。たばっかなんでちょっとショックですね。まあ、履き心地に影響あるかとかもあるんですけど、ちょっとね、見た目的にもね、下についてたところがね、茶色いのが出たなぁと思って、色がね、紫色っぽかったんで、なんで茶色いんだろうなと思って、見てみたんですけど、まずいですね。拭き取れるかどうかですよね。ちょっとショックですね、これは。マジでやばいですね。治るといいなぁ。とりあえず一旦ここまでで撮らせていただきました。で、ちょっとね、拭いてみたんですけど、やはり取れない感じですね。これなんか汚れたというよりも、もしかして中のがなんか、金ペンなんで菌が出たとかそういうのなのかな。拭き取るレベルでは取れないですね。なので、これは、ちょっとメンテナンスと言いますかね、やり方があるんですかね。ちょっと、後ほど問い合わせてみたいと思います。ちょっとなんとか治るといいな。せっかくね、初めて買った万年筆なんで大事にしたいんで、ちょっと聞いてみようと思います。で、先ほどちょっと、ね、混乱してしまって撮影したんですけど、やっぱ、ペン先ですね。やっぱりこう、多少ですね、拭いてみたら、こちらは少し色が落ちたかなと思いつつ、こちらはあまり強くやれないんでね、落としきれずというところで、このまま、よくね、金属磨くだと歯磨き粉とかつけたりとかするんですけど、素人なんでそんなことやってなかったら嫌だなと思ってですね、伊藤屋さんに電話しました。もうしたら、すごく親切にね、していただいて、修理持ってきていただいてもいいですよとは言われたんですけど、パイロットさんの方が、伊藤屋さん持ってって落ちない場合に結局パイロットさんに行くんで、直接行けば修理の窓口ありますよということで、お客様相談室でいいですかねっていうところで聞いたら、お客様相談室で電話をしました。で、ちょっとね、お客様電話相談室に電話しちゃったのがいけないのか、すごくクレーマー対策的な 扱いでして、ちょっと、あれですね。そもそもね、自分も悪いんでしょうけど、キャップをつけたんですかってやっぱ言われまして、キャップをつけちゃいけなかったんですかね。で、ちょっと結果を見るとね、そういうことなのかなと思うんですけど、キャップの中から何かが出てくるかもしれませんみたいなことで、キャップはそもそも水に浸かる前提じゃありませんということで、修理の対象じゃないんですみたいなのをすごく確認されまして、ちょっとね、対応がクレーマー対応っぽかったんで、自分もね、ちょっとカチンときて、いやいや、マニュアルに書いてないですよ、みたいなこと言ったら、そうですね、クレーマー 扱いになりましたかね。で、とりあえず、なので、そもそもね、京橋に窓口があるので、そこに行きたいんですけど、っていう話だけだったんで、そうですね、もっと書けるとこし違ったんでしょうかね。結局、いや、私が対応しますんで、ということで、送ってくださいということで、無理やりね、送らせるんで、着払いです、いいんです、みたいな形だったんですけど、
かあれですよね。万年筆ってこう、なんか気持ちよく使うものっていうカテゴリーで、なんかね、合理的に吸ったら別に他にいっぱいあるじゃないですか。そのね、書きやすいものもありますしね、インクだってずっと使えるのはある中で、なんか愛着湧かせて、こう、楽しくやるものなのに、なんかその対応で、ちょっとテンション下がっちゃいましたね。まあ、そもそもね、自分がこう、つけるときにこう近づいちゃったのがね、いけないんでしょうけど。なんかね、なので、まあ、せっかくね、行っていただいたんで、その住所に、担当の方に、まあ、送るような形で、まあね、ケースも使ってなかったんで、これに入れて、一応着払いで送って、なんかな、修理の窓口で、こういうのはしちゃいけないんですよ、とかって、教えてもらいたかったな、っていうのも、ありながらなんで、これ送ってここまでしか直りません、以上、みたいな。で、補修はここまでです、とかって、流れが大体想像できるんで悲しい感じですね。別にそこはね、いいんですけどね。落ちないなら納得もしますし。お客様相談室って大変なお仕事ですけど、あれですね。対応一つで、感情が動かされるというか、なかなかね、神対応、難しいですよね。自分も、まあ、お客様のね、対応とかするんですごく、こう言ったらこう伝わるかな、とかは、考えながらやってるつもりなんですけど、担当の方もね、そう、悪い感じじゃないんですけど、畳みかける感じと言いますかね。まあ、なかなか、まあね、それはもうただで何とかしろって人も多いんでしょうからね、そういうマニュアルがあるのか、上司の方とね、相談しながらやってますけど、自分がまた、そうですね、書いてないですよとか余計なこと言ったからいけなかったかな。なんか想像してる結論と全然違いますね。送る前に伊藤さんに行って聞いてみようかなって感じになりますよね。これだったら見てもらって。これって口頭で伝わるのかな？なんか最初はインクが染みちゃったんじゃないですか？言われたんですけど。明らかに化学変化みたいにしてるような気がするんですよね。確かにここからなんか漏れた。キャップの中から漏れたのがこれ変色がついちゃったんですかね。落ちればいいんでね。落ちなくても、ぶっちゃけまあキャップだったらね、別に自分で少し磨いたりとかすれば多分、ね、表面についた感じなんで落ちるでしょうし、ペン先ですよね。これ書くたびにやっぱ見えるんで、自分もやらかしたことを感じなければいけないっていうのと、なんか下手にいじってね、書き心地が、変になったら嫌だなーっていうので。そうですね。いろいろな意味で伊藤屋さんに一回行こうかな。珍しいですよね。メーカーさんよりも小売店さんの方がちゃんと、まあ、そういうもんなのかな。対応してくれるっていうね。ちょっと気になりますよね。せっかくね。愛情込めて、みたいな形で思ってたのに、ちょっとはぁって感じですね。皆さんは、キャップとね、一緒にそんなことしないですかね。素人以外は。入れるとこういう目に遭うこともあるようなので、まあこれはこれでね、さっと流して、洗って、多分胴体も入れなくてよかったのかな。あとね、コンバーターとこいつだけしっかりつけて洗うに、心がければこんなことないと思うんで、皆さんも気をつけてください。まあ、天罰がね、わかりましたらまた動画上げさせていただくか、まあ、この続きで、ね、出す可能性もありますので、参考にしてみてください。では。
旦さようなら。